フランコ・モルビデリは、イタリアラら強州ローマ出身のオートバイレーサー。身長176センチメートル、体重64キログラム。愛称は、フランキー。ロードレース世界選手権の2017年元二クラスチャンピオン。2018年より、モートジッピークラスに参戦している。バレンティーノ・ロッシュが主催する VR46、ライダーズ・アカデミー所属。モルビデリは、 イタリア人の父親とブラジル人の母親の間に生まれた。そのため、レースでこむるヘルメットには、イタリア国旗とブラジル国旗のデザインがあしらわれている。父リビオは1980年代に、イタリア選手権の軽量をクラスで活躍した、元ライダーで、息子が2歳になった頃には、手製のミニバイクを与えていた。フランコが10歳の頃、一家は、彼のレースキャリアのためローマを離れ、 マルケシュ・ペーザロに移住する。そこは、元 gp ライダーのグラツェーのロッシュが住むタブリアに近く、ラカバというダートトラックで、息子のバレンティーノらが走り込んでいた。フランコは13歳の頃からバレンティーノと一緒に、トレーニングをする機会に恵まれ、講師ともに深い絆を結んでいった。モルビデリは2006年にモートジッピーのプラマック、ダンティーンチームと育成契約を結び、 イタリア国内の勝敗企業クラスやスペインのレースシリーズで経験を積んだ。しかし、ダンティーンの撤退により支援の当てがなくなり、世界 GP への進級ルートから外れ、プロダクションレースのスーパーストック600クラスに転向した。2011年よりスーパーバイク世界選手権と閉催されるヨーロッパスーパーストック600選手権に参戦。 三年目の2013年には父リビオの自殺という困難に直面したが2勝を含む5度の表彰台に立ちこのクラスのチャンピオンを獲得した元二クラススーパーストック600での活躍が認められ2013年の世界選手権第13戦3割の GP にてグレシーニレーシングよりワイルドカードとして元二クラスに初参戦さらに代役として 終盤2戦に出場した。2014年、ロッシ親子が、イタリア人ライダー育成のため立ち上げた、VR46 ライダーズアカデミーの所属選手の、一人となる。イタルトランスレーシングより、元にクラスに、フル参戦し、最高順位を追い、シリーズランキング11位で初年度を終えた。2015年、第10戦インディアナポリス GP で3位発、表彰台を獲得。 しかし、イギリス GP 前のトレーニング中に右足を骨折し4戦を欠場。シリーズランキング10位で終える。2016年、イタルトランスから、強豪チーム、マルク VDS へ移籍。5戦連続を含め8度の表彰台を獲得し、シリーズランキング4位に躍進する。2017年、開幕戦カタール GP にて、初ポールポジションから、ポールツウィンで、 初優勝を達成。続く、アルゼンチン GP、アメリカズ GP と、開幕3連勝し、トーマスルティやチームメイトのアレックス・マルケスらと、チャンピオン争いを展開。フランス GP、オランダ GP、ドイツ GP、オーストリア GP、アラゴン GP でも勝利を重ね、18、戦中8勝を含め12度の表彰台を獲得し、2位のルティに65点差をつけ、 元にクラスのシリーズチャンピオンに輝いた。モートジッピークラス2018年、ホンダのサテライトチームであるマルク VDS にて、最高峰のモートジッピークラスにステップアップ。最高順位は、オーストラリア GP の8位。シリーズランキング15位で終え、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。2019年、マルク VDS のモートジッピークラス撤退を受け、ヤマハのサテライトとして発足した。 セパンレーシングチームへ移籍。19戦中11戦でトップ10フィニッシュし、獲得ポイントも倍増し、シリーズランキング10位に成績を上げた。しかし、チームメイトのモートジッピールーキー、ファビオ・クアルタラロが見せたセンセーショナルな活躍の影に隠れる形となった。2020年、クアルタラロが最新のワークススペックのイザー M1 を入手したのに、 対し、モルビデリは2019年型ベースの A スペックと差がつけられた。しかし、ヤマハのライダーたちが最新型の不安定性に悩まされる中、モルビデリはヤマハ勢トップの成績を残すことになった。第3戦チェコ GP は予選2位からレース中盤までトップを改装し、2位初表彰台を獲得。第6戦3割の GP では地元に近い、 ミサノサーキットで師匠のロッシュとトップを争い、モートジッピークラス初優勝を達成した。第8戦カタルーニャ GP で、初ポールポジション、第11戦テルエル GP で2勝目、第13戦バレンシア GP で、ポール・トゥ・ウィンの3勝目を挙げ、チャンピオンのジョアン・ミルに次ぐシリーズランキング2位になった。2021年、ワークスチームへ昇格したクアルタラロット入れ替わる形で、 ロッシが SRT へ移籍し、指定コンビを組むことになる。モルビデリは、メーカー側の財政事情から最新型を供給されず、アップデートを加えた2019年型を使用する。2019年12月、SRT の地元であるマレーシアで行われた、フィム世界耐久選手権、第2戦、セバン8時間に、スポット参戦。予選上位10組で行う、トップ10トライアルで、 ポールポジションタイムを記録した。2020年には4輪の世界ラリー選手権、最終戦ラリーモンサに、ヒュンダイアイ 20R5 を借りて、スポット参戦、総合61位で完走した。シーズン別現在進行中のシーズンクラス別レース、成績現在進行中のシーズン、ありがとうございます。